から、ちょっと上げ目で、まあ、さっきほどじゃなくていいんですけど、ちょっと多分ドラムがかなり今いい感じにキックのロー回ってる分、もう少しリズム帯の、あの土台ちょっとしっかりしたいなとかあるんで、キャンディーズ、はい、じゃあ行きます。よし、調子乗って整理登場で最初から私で立っちゃおうか。あーやべえな今日はなんか緊張すんな。こんなロング尺手がいる一本にしようよし、行きます。ありがとうございます。はい、リージョンゼロツアー13本目、浜松窓枠、どうもありがとうございました。はい、僕たちね、ゼロヘルツワンマン初めての浜松窓枠ということで、立ててすごく嬉しい気持ちもあると同時に、今回はね、りょうがちゃんがちょっとお休みをねしてもらってるんですけども、まあ、4人という形でライブをするっていう決断をねした上で、その4人での最大全力みたいなのは、あのみんなに、ね、届いたかなとは思うですけどね、はい、やっぱり5人でね立てることがやっぱ一番だと思います。そんなのはねみんなも分かってるとは思うんですけども、ただ僕たちが今日4人でやった意味とか、そこにそれでもそれをね分かった上で決断してみんなが集まってくれた、その今日のライブの意味みたいなのがすごくあったかなと思うし、それがリージョンゼロのこのツアーで、これからねりょうがちゃんが帰ってきた時に今日のやった成果みたいなのがつながってくると思います。それを信じてこれからもいっぱい頑張っていきたいと思ってます。はい、次どこだっけ。札幌。札幌。札幌。続いては札幌。アッキー、アッキー止めね。でスワグマンがダンダンダン高飛んだ。止めね、止め高飛、うん、であとはいつもの感じで、リョーガのスプラッシュ。で、サイズ4つだから、うん、ピッポッポッポッシャン、はい、いい祝いでよし、いい感じなんで、よしバズり祝いで、お祝いで行こうや。あ、ああ、ここババンだ。じゃあ、りょうがおかえり。はい、まあ、無理せずみんなで。そうだね、最高はね、今日から3でなんで、ちょっとお前も、無理せず、うん、楽しもう。そうだね、みんな楽しみにしてきてくれてるんで、よろしく。よし、気持ちで返していきましょう。楽しんでいこうぜ。はい、よろしく。よし、よし。聞いてもらった通り、メンバーが楽屋に戻ってもね、テンションが高くいられるぐらい最高の素敵なライブでした。ありがとうございました。ね、本当に約1年ぶりに帰ってくることができて、僕たちがね、成長している、かっこよくなっている姿も届けれたかなとも思いますし、今日久しぶりに会えた、札幌のチームゼロヘルツのみんなもすごくかっこよかったです。はい、そんな感じで続いては2日目。かぶりないね。順調。お、アグルがダブりました。なんかウルトラマンの一番くじがちょうどやってて、でメイクさんが好きな、メイクさんも好きなんですよ。なのでメイクさんの分も聞いてきました。
一緒に行こうって約束してたんですけど、あのヘベレケに酔っ払ってあの潰れちゃったんで、僕が代わりに行ってきました。お、ダイナの隊員服のやつ、これ全部種類で、ティガと羽次郎が出てないわ。コンプならず、はい、A 賞のウルトラマンティガ、どんなもんなんですかね。やっぱクオリティが気になるよね。よいしょ。本当はね、軍手してね、取りたいんだけど、え、汚れるから。そう、へぇ、汚れるからっていうか、愛、愛、え、紐を突きつかせたくないから。でもつかないけどね。意外と目のサイズ大丈夫だわ。こうやって肉眼で見るとちょうどいい。めちゃくちゃ作りいいわ。わかる？わかんないです。わかんないよね。わかんないです。これ一番くじとは思えないクオリティだよね。これシワがすごいね。このスーツ感がいいよね。そうそうそう、ここのね、ちゃんとチャックのところね夢があるんだかないんだかねでもやっぱね、オタクってそのスーツ感が好きでね、それを再現してくれるフィギュアいいよね。それがないタイプもいいけど、カチッとしたのちょっとかっこいい。何？おじさん前ここの前で寝てましたよね。これで温まりながら。あ、本当？そう、前のここの時。あ、寝てたかも。寝てましたよね。隅っこで縮こまって。寒いとね、眠くなっちゃうよね。死ぬ時のやつですね。死ぬ時。寒いです。いいですかね。雨だからな。札幌2日目です。はい、昨日ね、ジンギスカン食べてきて、その後1時間並んで札幌ブラックのラーメンも食べてきたんで、もうバッチリですもん。ジンギスカンの後ラーメン食べたのがすごいなでしょ。すごいでしょ、死んでらんないでしょ。1時間も並んで、そう、うん、やっぱカロリー足んねえなと思って筋トレしたし、はい、そんな感じで、やっぱ1日目もすごい楽しかったんで、2日目札幌ね、約1年ぶりなんで、ちょっと悔い残さず楽しんで帰りたいと思いますね。よろしくお願いします。お願いします。おいしい。味は卵かけご飯。おお、あの、なんだっけ、黄身の醤油漬け、卵かけご飯のめっちゃいい版。今日髪すごいですね。うん、なんかインディアンみたいな。うん、すごい。ご飯すごいおいしい。なんで、うん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。決め顔なぞい。おお、入ってるね。だいぶ手ぐすり最高。うん。楽しんでいきましょう。はい、キャンディーさん、はい、
わ、と、また撮ってねえな。うわ、どうだね。はい、リージョンゼロツアー15本目、札幌スパイス、ありがとうございました。はい、今日は、札幌のね、2days 目ということで、前日のね、違うセットリストもそうですけど、ライブの流れとか、ファンのみんなからの、反応とかもね、また違った景色をいただけたので、すごく楽しいライブになりました。ありがとうございます。本当、このね、熱量もすごく、あって興奮してるんですけども、MC でもちょっと話したんですけど、なかなかね、やっぱ北海道、バンバン来れる場所ではないんです。悔いのないようにね、お互い出し合ったと思います。なのでまた絶対帰っていきたいと思いますんで、北海道の皆さん、札幌の皆さん、待っていてください。はい、次は仙台。